こんにちは、ひでよです。2023年も4月に入りました。4月のタイランドといえばタイランド仏暦のお正月、ソンクランの水かけ祭りです。今日はソンクラン水かけ祭りをテーマにしてお届けします。2020年から新型コロナにより中止となっていたタイランドのソンクラン水かけ祭り、今年2023年は3年ぶりの復活ということで、世界中から数多くの観光客の方々が来てくださり、大盛り上がりとなるのは間違いのないところです。イエーイ。水かけ祭りとして有名になったこのソンクラン、世界でここにしかないだろうというはちゃめちゃな楽しいイベントです。大の大人が子供の遊び心を持って、でっかいプラスチック製の水鉄砲を持って派手に打ち合いをしたり、バケツの水をぶっかけ合ったりします。大の大人がバカになって真剣に遊ぶ、これってすごくいいことだと思います。特に私の住む観光都市パタヤはその盛り上がりがすごいです。基本的にタイランドのほとんど全ての地域は派手な水かけが行われるのはお正月の三が日間だけ、4月の13、14、15の3日間だけです。それに対してタイランド観光局、パタヤ観光局の人たちはすごくよく考えてて、パタヤだけは例外的に1週間後の4月19日がパタヤ独自のメインの水かけの日となっています。19日には首都バンコクからタイランド各地から、そして世界各国から大勢の観光客の皆さんがどーっとパタヤ一箇所に集まって、大変な水かけ祭りの盛り上がりとなります。チェンマイ、バンコク、プーケットといった観光都市で13、14、15日で水かけを楽しんだ人たちが皆さん大移動してパタヤにやってきて、19日にはそのフィナーレの大水かけ大会となります。以上が前置きです。ここから本題に入ります。地元パタヤの住民はこのソンクランの派手な水かけ祭りをどう思っているのか。不都合な真実があります。地元民は水かけ祭りを嫌っています。特にパタヤ在住の外国人たちは苦々しくさえ思っています。それはあまりにも日常生活に不快さ不便さをもたらすからです。これはソンクランの時期に限ったことではないのですが、バンコクからやってくる行楽客、世界各国からやってくる観光客の人たちの一部には、自分のところ、自宅や自宅の周辺だったら絶対にやらないような迷惑行為をパタヤだったら許されちゃうと勘違いしてやらかしてしまうからです。ソンクランの時期は特にそれが顕著になります。ソンクランの水かけはもともとは宗教的な静かな儀式でした。年長者の人の手の甲、指先に水を静かにかける、新年の厄落とし的な静かな儀式でした。現在のような派手な水かけ合戦になった経緯については諸説あるようです。一説にはバンコク市内の有名な安宿街カオサン通りで始まったとも言われています。地元の人が静かに指先に水をかけるのを見たパーティー好きの沈没バックパッカー外国人たちが面白がって、それをヒントに水鉄砲で撃ち始めた。それが評判に評判を呼んで、どんどん派手な水かけぶっかけ合戦に発展していったというものです。派手な水かけ合戦というのは、もうそうなると文化的宗教的な意味合いは全くなくなって、ただの大騒ぎエンターテインメントになったということになります。それがどんどんエスカレートしていて、今や地元住民にとっては迷惑行為のレベルでエスカレートしています。それが嫌われる理由です。プラスチックの水鉄砲を相手に向けて撃つっていうのは遊びの範囲としてまだいいです。水鉄砲を向けられた方は、ああこれから水を引っ掛けられるなって言って笑いながら心の準備もできます。でも地元住民がちょっと自宅を出て近くのコンビニエンスストアに入ろうと思った、コンビニの自動扉の前まで来たら、不意にいきなりバケツの水を頭からぶっかけられちゃった。さすがにそうなるとコンビニのお店の中にはもう入れません。ポケットの中にはスマホが入ってて水に濡れたら壊れちゃうかもしれない。財布の中の札もびちょびちょになっちゃう。とんでもない迷惑です。あるいは普通に道を歩いてると、いきなり T シャツの後ろ襟首をつかまれて、そこに氷の入った水をドーッと流し込まれる。
後ろからいきなり不意打ちでそれをやられるから、もうやられた方はびっくりします。心臓に悪いレベルでびっくりします。また、ただ水をかけるだけじゃつまんないということで、白木、チョークの粉みたいなやつを水に溶いて白く濁らして、で、それをぶっかけたりします。ソンクランの時期は、自家用車で車で出かければ水をかけられないと思ってても、自分の体は大丈夫でも、車体自体には泥水やらその白い粉の混じった水がどんどんぶっかけられて、ドロドロぐっちゃぐちゃに車体表面がなってしまいます。こんなこともありました。今から10年ちょっと前、当時はまだ私は目が悪くなって視覚障害が進んでなくて、オートバイを運転できました。それでソンクランの時期にオートバイに乗ってちょっと郊外の広い道を走っていました。確か4月の17日か18日、三が日の13、14、15やパタヤのメインのソンクランの19日ではない日、しかも午前中にオートバイに乗っていました。まあこの日のこの時間帯だったら水かけ屋もやってないだろうと思ってました。そしたらとある飲み屋バービアの前を通過しようとしたら、突然物陰から人が飛び出してきて、でっかいポリバケツの水を私に向かってぶっかけてきました。ヘルメットのウィンドシールドが水で一瞬真っ白になって前が見えません。パニックになりました。ここで慌ててパニックブレーキを踏んだらもうタイヤが滑って横転して死んでしまう。スピードが50キロぐらい出てましたから十分それはありえました。なんとか軽くブレーキをかけてシフトダウンをしてスピードをぐっと落として難を逃れました。水をぶっかけてきたのはその飲み屋の酔っ払い客、おそらくベルベルに酔っ払ってて自分が何をしたかも全く分かってなかったでしょう。もうここまで来ると水かけは殺人行為です。もうここまで来るといわゆるサッカーのフーリガンと同じです。サッカーの試合観戦にカッコつけて試合内容とは関係なくスタジアム周辺の商店街の窓ガラスを叩き割ったり、路肩駐車している車に火をつけたりと、そういったゴロつき連中ともうやってるレベルは変わりません。こういう状況だと住民にとっては水かけは迷惑行為以外の何者でもありません。暴力行為とさえ言えます。なので毎年2月3月になるとパタヤ在住の外国人たちは顔を合わせるたびに、ねえ今年のソンクランはどこに避難する、あ俺は本国へ一時帰省する、俺はソンクランのないベトナムやマレーシアへ旅行に出かけるといった会話がよく話されます。また地元タイ人の人たちも、小さな子供たちはともかくまともな大人は水かけはしません。パタヤのビーチロードじゃ地元タイ人の人たちだっていっぱい水かけやってるじゃんと思う観光客の方々いらっしゃるかもしれません。地元タイ人の大人で水かけをする人は私の見るところ4種類いらっしゃるかと思います。1つ目は商店のオーナー。ソンクランの時期は観光業に携わる人にとっては書き入れ時です。通りに面したそれぞれの店のオーナーはその商店会の申し入れにより、すべてのお店は店の前に大きなたらいやドラム缶を置いて水をたっぷり貯めて、ソンクランでやってくる人たちに水を供給してあげる、あるいはトイレを使わせてあげる、そういった観光客の皆さんへの便宜を図りましょうという申し合わせが行われます。それぞれのお店のオーナーさんたちはその申し入れに従わないといけないので、本人の意思とは関係なくお店の前で水を供給して賑やかにソンクランを盛り立てます。地元の人タイプ2つ目は水商売のお姉さん方、バービアやゴーゴーバーで働く風俗嬢の女性方です。水かけをやって大騒ぎしたいという外国人ひいき客がいっぱいやってきます。その大騒ぎを盛り上げるために黄色い歓声を上げて、お客さんたちと一緒に女の子たちもはしゃいで水かけをします。商店主もバービアの女の子たちも売り上げアップのために水かけをやっているということになります。地元の人タイプ3つ目は小さなお子さん連れの若いお父さんお母さん、うちの子に楽しい水かけ祭りを体験させてあげたいということで子供のために一緒にやってきて水かけをします。地元の人タイプ4つ目はパーティー好きな人、いわゆるパリピです。というかゴロつきと言ってもいいんじゃないかと思えるタイプの人たちです。先ほど申し上げたサッカーのフーリガン同様、このタイプの人たちはソンクランにかこつけて大酒飲んでドラッグ決めてただバカ騒ぎしたいだけの連中です。飲酒運転なんか当たり前、
ピックアップトラックにバカでっかい出力のアンプとスピーカーを乗っけてきて、周囲半径200メートルに響き渡るようなでっかい音量の音楽を流しながら道路を流すなんてことをやってます。それで入れ墨門の観光客たちとも意気投合して派手に水かけをやります。以上、地元民で水かけをする人たちタイプ4つ。最初の3つのタイプの人たちというのは良識のある一般の人たちと言っていいでしょう。つまりパタヤではまともな大人は水かけなんかしません。実際地元の人の生活の場、ローカル市場なんかですと、市場の中やその周辺で水かけをしている人なんて誰もいません。地元の人がソンクランを嫌っているというのは、より正確には自分たちの日常生活の場にまで水かけは持ち込まないでほしいということとも言えます。冒頭でも言いましたように、ソンクランの水かけそのものはとても楽しいコンセプトですし、とても良いものだと思います。長期的に健全に発展していってほしいものだと思います。日本には近江商人の三方よしという格言があります。売り手よし、買い手よし、そして世間よし、この3つのよしが成り立って初めて商売というものはうまくいくというものです。現在パタヤのソンクランはこの世間よしが失われた状態かと思います。売り手よし、観光業に携わる人たちは売上アップとなってよし、買い手、パタヤにやってくる大勢の観光客の皆さんは水かけを楽しめてよし、3つ目、世間、地元住民はソンクランの間自宅に食料を買い込んで息を潜めてずっと嵐、台風が過ぎるのを待ってないといけない。これでは長期的、将来的にソンクランが持続していくのは難しいのではと個人的には危惧しています。観光客以上にもう観光客が来ようが来まいが、地元住民が自らバカやって楽しみたいぜっていうふうにやるお祭りでないと長期的に発展していくのは難しいかと思います。私が願うのは、パタヤ市観光客が指定した水かけ OK エリアを観光客の皆さんはちゃんと守っていただきたい、その中で大いに楽しんでいただければと感じます。日本では各地で野外フェスの音楽イベントがよく開かれます。大音量で音楽を演奏し、聴衆はノリノリでその演奏を楽しみます。でも野外フェスを住宅地のど真ん中でやったら、それはもう迷惑行為でしかありません。大音量が住宅地の真ん中で撒き散らされたら本当大変です。野外フェスはその会場内でのみ音楽イベントをやることで、それが開催される市区町村ともうまくやっています。ぜひパタヤにいらっしゃる行楽客、観光客の皆さんも、パタヤ市観光客の指定する水かけ OK エリア、パタヤのビーチロード、ウォーキングストリート、セカンドロード、ソイブワカオといった場所でルール、エリアを守って大いに騒いでいただければと願います。実際ここ数年はいい方向に向かっています。私がパタヤジョムティエンビーチに引っ越してきた2012年当時、もう4月19日にはジョムティエンのビーチロード、パタヤ通じる幹線道路タプラヤロードは道の両側に人が文字通り鈴なりになって水かけが行われ、大変な騒ぎでした。しかし2019年にはパタヤのベッドタウンであるジョムティエンビーチでは水かけはあまり行われなくなりました。水鉄砲を持って通りに立つ人の数はめっきり減り、頭の先から足の先までぐしょぐしょになるというのはもうなくなってきつつあります。今年3年ぶりに張り切ってタイランドのソンクランに行くぞという方は少なくないと思います。ぜひルール、エリアを守って楽しく弾けていただければと思います。以上です。いかがでしたでしょうか。今日はタイのお正月、ソンクラーンの水かけ祭り、その不都合な真実というテーマでお届けしました。この内容に興味が持てた、役に立ったという方はぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。